最近住民の入れ替わりがないんよね。出ていくなら一徹やと思っとんやけど。皆さんこんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2023年9月17日日曜日の午後0時51分です。そして今日は住民のビアンカさんのお誕生日でもあります。おめでとうございます。うわ、めっちゃ天気悪い。超雨降りおる。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ニコ。うわ、せっかくのビアンカの誕生日がはい、ということで今回もやっていきたいと思います。あ、でも今回なんか誕生日パーティーにふさわしいような格好してない？あ、待って、プレゼントどうしよう。とりあえずラッピングペーパーは今持っとるとして、さあなんか選びに行きますか。毎回毎回誕生日のパーティーに行く直前に選んでいくスタイル。なんかいいのあるか？いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店へようこそ。ようこそ。どうしよっかなー。サボテンにしとく？そちらの商品はミニサボテンセットでございます。お値段は480ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？買いましょう。ラッピング突き破ってきそうやけど大丈夫？毎度ありがとうございます。480ベル間違いなく頂戴しました。ってことでラッピングしていくか。包む。よいしょ、持っていきます。ありがとうございました。お、キウイチくん。うわ、いいね、虹色の傘。あっ、アイナくん、ずっとお留守みたいだったから心配してたんだよ。そうそう、君がいない間にすごいことがあったんだ。なになに？あのね、なんだっけ。その話はまた今度ね、だぞ。気になるどうかしたの？だぞ。話しに来たよ。秋って言ったら僕は黄色やオレンジ色を思い出すんだ。まあ確かにオレンジ、かぼちゃってイメージがあるよね。さつまいもでしょ、かぼちゃでしょ、他にもキノコや栗。考えただけで余裕が出ちゃう。だぞ。この中ならキノコしか好きじゃないないや、秋の味覚合わなすぎて。全体的に私の嫌いなものばっかりっていうね。え、待って、ビアンカの家こっちやったっけ。そこモニカやんね。あれ、こっちじゃなくて今来た方向やんね。お、アイダホじゃねえか。お、アイナじゃないか。お前しばらく見ないうちに特に変わってないな、の心。まあ、そんなね、大人になってからそんな変わることないよねちっちゃい子供じゃあるまいし、そんな身長が伸びるとか何にもないよ。あ、ごめん、落としちゃった、カタツムリ観察してなかった。アイナさんのことを最近お見かけしてなかったのでとっても寂しかったです。私一人でパン作りをしながら会える日を待ってたんですよ。よ、そのパンはあら、どうしました？よ、おしゃべりしよう。アイナさんはもうハッピーホームアカデミーからの評価のメッセージご覧になりましたか？最近読んでないんよね、大して変わってないけん私、中を見る勇気がなくって、まだ開けてないんですよね、よ。見なよ、それは。待って、ビアンカの家ってさ、これアイダホやんね。これじゃなかった？お、ハンナちゃんが来てる。ビアンカの服めっちゃ可愛い。アイナさんじゃない。来てくれてとっても嬉しいわ。今日はぜひ楽しんでいってね。待って、押してないんですけど。最近ね、コントローラーの様子が、なんか勝手にスティック入ったりさ。今私火消した？勝手になんか A ボタン押されたりするんよね。もうすでにガタが、なんかあるんかな。
今日はビアンカが主役の誕生日だ。立ちのうちらで目いっぱい盛り上げてこうじゃないか。だってね、ビアンカが嬉しそうにしてるとなんだかこっちまでにやきちまうよ。かわいい。ルンルン。ふふふ、お誕生日って年に一度だけだからとても特別感があるのよね。ケーキを照らすろうそくの火も、集まって騒ぐこの感じも私大好き。ごめんね、さっき一回消したよろうそく。あ、それに誕生日といえばプレゼントってもらえるでしょ。素敵ね。これ受け取って。どうぞ。あら、キュートなラッピング。早速開けてみるわね。ミニサボテンセットね。アイナさんらしいプレゼントにほっこりしたわ。素敵ね。マジで私らしかった。アイナさん、プレゼントをどうもありがとう。今日のことはずっと忘れないわ。素敵ね。よかった、喜んでもらえたようだ。ハンナちゃんからは何をもらったんだい。私、誕生日の夜には1年間の目標を手帳に書くようにしてるの。達成したいことや叶えたい夢は文字に書き出すと実現しやすくなるって誰かに聞いたのよね。素敵ね。夢ノートみたいなのあるよね。なんかその寝とる時に見とる夢とかじゃなくて、なんか目標とかそういうのを書いていく、書き出すノートみたいなの。バースデーパーティーの飾り付け、なかなかのもんだと思わないかい。昨日うちらで頑張ったのさ。いつもより部屋が華やかだと誕生日の特別感があっていいだろ。だってね。確かにね。なんか後片付けがすごい現実に戻されそうで友達が全部片付けてくれるならいいんやけどね。自分ちやしな。来年の誕生日が待ち遠しいわ今日が何度目の誕生日かもちろん内緒だけど。素敵ね。もうすでに来年の話をしている。あら、もう帰るのね。今日は本当にありがとう。プレゼントも嬉しかったわ。またいつでも遊びに来てね。素敵ね。いや、でももう来年の話って思ったけど、もうあっという間に今年終わるよね。やばいな、早いな、怖いな。毎年思うけど。お、アイナじゃないか。最近おめえの顔見かけねえから心配してたんだぜ。無茶はいいけど、くれぐれも無理だけはするなよってか。最近住民の入れ替わりがないんよね。出ていくなら一徹やと思っとんやけどずっと言ってる。話でもあんのかいってか。何何、怒ってんの。世間話でも。突然だが、今巷で人気の家電ベスト3って何だと思う。俺の予想じゃ冷蔵庫、テレビ、掃除機あたりかな。テレビはそうでもないんじゃない。分からんけど、テレビじゃなくても見れるしな冷蔵庫、なんかあれやん、コロナ禍あたりからさ、セカンド冷凍庫みたいなめっちゃ流行ってない。うちそれより前からあるけどさ。でも新しく買い直したけんね、引っ越しの時に。掃除機、まあ、確かに掃除機も、うん、新しい家に来てからルンバが大活躍しています。掃除機って言ってもあれだぜ、ただの掃除機じゃなくて寝てる間に掃除してくれるロボットのやつ。それ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 、ロボットのやつ。いや、でもあれ思ったけどさ、めっちゃうるさくない？最後の充電器に戻ってそのゴミを吸い上げてくれよる間の音めっちゃうるさくない？確実に寝よる間とか起動できんレベルのうるささやけどいや、朝起きた時とかさ、そういう感じやんね。あれは間違いなく便利だろう。でも俺寝相悪いから一緒に掃除されちまったりしてってか。それは怖い。でもなんかそのね、おっぽの羽の部分とかめっちゃ吸い込まれそう怖い。そろそろキャンプ場にも誰か来てくれていいと思うんやけど、最近全く来んよね。あ、今のはサメだったのでは。くっそー、めちゃくちゃ近場に。そっか、雨の日にサメ現れるんやっけ。現れるというか、現れる率が高いんやっけ。なんか貝殻多くない。さっきからめちゃくちゃ貝殻多いよね。え、これ何。別に特別な何かというわけではないのか。なんかこの形の貝めちゃくちゃ多くない、さっきから。ほら、なんか、え、こんなにあったっけイベント消えのかと思ったけど、別にそうでもなさそうやな。なんとなくめっちゃ拾っていくやつ。
この辺のって食べれる貝なんかな。あ、メッセージボトルあった。拾ってくれてありがとう。テレビで DIY 番組を見てたら僕の DIY 魂に火がついてこんなレシピをひらめいちゃった。作り方もとっても簡単だよ。僕でも作れたくらいだもん。作ったらいつか見てみたいな。手作り大好き、ビネガーより。ビネガーって豚か。私の中で思い浮かんどるのは豚かネズミなんやけど、多分豚よね。あれでもそんなふわっと話す子なの。結構なんかいかつい顔してない？違う子を想像してるか。私木製チェストある気がする。お、なかった。ふんふん、木製チェストのレシピ覚えた。やったー、久々に新しいレシピや。最近ね、拾っても拾ってもこれはもう知ってるやみたいな感じやったけん。めっちゃ久々に知らんかったやつが。ここの魚釣っとくかな。カラフルな釣り竿。あー、さっきのサメ逃がしたの痛いな。これってどこをどう加えるんやろうね。めっちゃなんか、いや、アヒル投げられましてもって感じじゃない？え、気づいて？そんなに気づかない感じですか？めっちゃ全然気づかんやん。おーい。こんなに目の前にアヒルが泳いで、お、くるくるくる。え？お、気づいたね。やっと。来い来い来い。はい、来たー。イエーイ、サケを釣り上げた。お帰りなさーい。帰ってきたんやな。お、シャンティーおる。ん？ハニーは。ヤッホー。あら、イノさん。こうやってあなたと話すの、なんだかとっても久しぶりな気がするわ。最後に話したの1ヶ月くらい前かしら。そんなん経ってます？すれ違いもここまで来ると偶然とは思えなくなってくるわ。だってば。今度はどうしたの？だってば。おしゃべりして。急に話しかけてきておしゃべりしてって言われても困るよね。あなたのメイクすごくセンスいいじゃない。待って、読めてないぞ。うわ、勝手に動いていく。くそー。一応こんなところで投げようとしないでください。めちゃくちゃ勝手に動くやん、怖いんですけど。まあ、さっきのセリフは動画で確認するとしよう。カットされてなければ。でも全てが使われるとは限らんもんね。いやでも使われるやろ。うんうんね。たとえ雨が降ってても気持ち次第で楽しめるんだぞの心。これもらって。なんだ？オイルに渡すものでもあるのか？の心。サケ。クマだからね。お、サケちゃんか。サンキュー。大事にするよ。こいつの動きから新しい筋トレのヒントが生まれそうだ。の心。もらいっぱなしは悪いから、アルテミア水槽をお前にやるよ。の心。何それ、すごそう。水槽もらっていいの？私今魚渡したけど。まあ監視用じゃなくて食べるってことか。クマだもんな。入らんか、こんなのには。クリオネとかしか入らなさそう。これ中なんか入っとん。そんなも入ってなさそうやったよね。おもちゃとかでよく見る気がする、ああいう感じの水槽。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。てかさ、住民この数で結構な頻度で誕生日が来るな。結構なんかみんな誕生日近い感じ？密集してます？